武道館は満員の客席からプロレスを信じる力、プロレスへの愛で溢れています。まず日本武道館に最初に鳴り響いたのはプロレスリングノア丸藤直道のテーマソング。今そのオールトゥギャザーと題されたリングにゆっくりと歩を進めてきました。アリーナから1階から2階から3階席から全ての客席からこの丸藤に歓声が送られます。ありがとうございます。プロレスリングのは丸藤直道選手よりご来場のお客様にご挨拶でございます。本日はオールトゥギャザー日本武道館大会へご来場誠にありがとうございます。今日は皆さんと一緒にプロレスという無限の可能性を秘めたもので被災地の方々へたくさんの力を届けたいと思います。それでは三大チャンピオンの登場です。丸藤が今新日本プロレス全日本プロレスプロレスリングノアのヘビーのチャンピオンを呼び込みました。まず先頭はノアの塩崎、そして全日本三冠王者の諏訪間、さらには新日本 IWGP を肩にかけた棚橋、3団体その頂点を極めた王者3人が一堂に会します日本武道館です。皆さんこんにちは。全日本プロレスの諏訪間です。今日は多数ご来場ありがとうございます。今日俺たちレスラーは東日本大震災の被災地の方々のために一生懸命戦います。その姿を見て勇気そして力を感じてくれたら俺たちはすごい嬉しく感じます。被災地の皆さん、そしてこの会場の皆さん、そして全国の皆さん、俺たちのメッセージを受け取ってください。以上です。三冠王者諏訪間が今全日本プロレス新日本プロレスプロレスリングノアが今日この日本武道館で一つになるその意味をその気持ちを熱く語りました。今日予定されている10試合、我々は今日このリングで行われるそのドラマその戦いからどんなメッセージを受け取ることができるのか、早くも興奮のるつぼと化しています日本武道館。今日この日がなければこの光景はありませんでした。塩崎が丸藤をエスコートリングを後にします。さあ日本武道館オールトゥギャザー第1試合のゴングが間もなく鳴ります。